はい、皆さんこんにちは。ピアノ屋 .com の石山です。今日は大阪の吹田倉庫に来てます。河合の猫足のワインレッドのめちゃくちゃ可愛いピアノが入ってきました。ご覧ください。KUX の 78K という量販店向きに河合が作ってたものですね。ここ見てください。足、猫足ね、綺麗ですね。そして、蓋ね、こういう感じですね。傷はね、あります。あちこちこの辺ちゃんと直しますからね、安心してください。あちこちありますね。製造番号写しておきましょうね。2067058、200万台ですからそんな古くないですね。中も状態は綺麗です。そして、さっきちょっと見てましてね、これ何かなと見てたんですね。ここスイッチがありますね。スイッチがありますね。そして、裏回ってください。裏のに、コードがあります。コードが、電気がつながってるの、一体何、消音ユニットかなと思って中見たら消音のユニットは入ってなかったんですね。そして箱が載ってましてね、仕入れた時にね。な、箱の中見てください。これ自動演奏装置ですね。はい、フロッピータイプのね、自動演奏装置、プレイヤーピアノですね。こういうものがついてます。これはね、ついてますけども再生できません。音出るって書いてありますね。音は出るけど再生しない。ちょっと意味が分かりません。まあ、壊れてたらもう撮ります。ごめんなさい。もう前もってこういうの調べずにいきなり撮影してますので、もしこれが壊れてるんであればもう撮ってからね、販売しますし、まあ自分でちょっと直してみようかなって、残しといてっていう方は残しておきます。その辺はもう お客様にお任せしますのでね。でね、実はね、もうそんなどうでもいいんですよ。それよりも音がいい。聞いてください。めちゃくちゃ音いいですね。これ結構小さいんですよ、このピアノね。中型というか小型ですね。 U1 ぐらいの大きさですね。小型ですけどパーンと音が伸びますし、小型で音のいいピアノないかなということであれば、これは超おすすめです。まあ、自動演奏は忘れてくださいね。ということで、河合の KUX78K のご紹介でした。それでは失礼いたします。